の米アカデミー賞授賞式でのビンタ事件後、ウ・イル・スミス54が映画賞に初めて出席した。1日に行われた第14回アフリカン・アメリカン映画批評家協会賞授賞式で、米国の奴隷制度を描いた作品、自由への道が評価され、特別賞を受賞したスミスは、壇上でスピーチをしたが、事件については、一言も触れなかった。同作品は、奴隷制度が残る、米南部を舞台に、やつ、霊から逃れた黒人の実話を元にしたもの。同協会は、主演兼制作のスミスと、アントワーン・フークア監督に、ビリコン賞を授与した。スミスは受賞の挨拶で、同作品が、私のキャリアの中で最も難しい作品だった。今の時代の考え方をあの時代に持っていくことは本当に困難を極めたと語った。ある日の撮影では、ある白人俳優が奴隷役のスミスの胸元にアドリブで唾を吐きかけるシーンがあったと説明。もし大事なものを身につけていたら、掴みかかっていたかもしれない。おいアントニーと叫びたかったが、さすがに役どころのピータが監督の名前を呼ぶわけにもいかないし、と舞台裏を明かした。一方、アカデミー賞でスミスから平手打ちを食らった米コメディアンのクリス・ロック58は4日に配信されるスタンドアップコメディ番組クリス・ロックセレクティブ・アウトレージ誌出演し、初めて事件についてネタにする。ロックへの暴力行為により、スミスはアカデミー賞授賞式から10年間の出禁処分を受けている。